電柱から電線 1600m 盗まれ、千葉県某所が停電。電気が使えず街は真っ暗に、二ドン引きの声。内容はこちら。盗難の内容がついに一線を越えてきているようです。では、内容を見てみましょう。千葉県によりますと、鴨川漁港で今月1日、電線が切断されているのを漁協の組合員が確認しました。漁港を管理する県南部漁港事務所が東京電力などと確認したところ、電柱から約200メートルの電線が8本、合わせて約1600メートルが切断され、盗まれていました。被害総額は約400万円相当で、漁港の給油装置や公衆トイレなどが停電しているということです。この信じられない犯罪にネットで次のような怒りの声が殺到。荒井貞夫。さすがに生活インフラに関しては、単なる窃盗ではなく、それ以上の重罪として裁くべきだと思うの。下手したら死人が出るんだぞ。ゆるふわ回電波、埼玉。千葉県で使用中の電線、およそ1600メートルが盗まれる。被害額は400万円相当。これ病院とかの近くでやられたらかなりやばい気がする。ニコねえ。とうとうこんな事件まで。給湯器は盗まれ、水道メーターは盗まれ、公衆トイレの蛇口などの金属類も盗まれる。車も盗まれ、家畜も果物も盗まれ、子供も誘拐される。これまでになかった事件が目立つ。ハム食。脱走した外国人技能実習生が太陽光発電ケーブル窃盗してるニュースはたくさんあるけど、電線で400万円ってのがニュースになってしまったから、これからは電線窃盗がトレンドになるやろな。金が電柱にぶら下がってるとしか思えないだろうし。桃色メガホン。とうとう使用中の電線まで盗まれる事態。日本中、犯罪者が野放し状態です。捕まえないか、捕まえても即解放。日本はもうボロボロです。日本人は必ず選挙に行ってください。悪い議員を落とすようお願いします。まったりくん。どうせ宝の仕業だろ。マジで日本に入れるなよ。いい加減にしろ。電線の盗難。信じられない。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。前代未聞だね。一昔前なら考えられなかったこと。盗むのレベルが今までを軽く超えたな。どこの後進国だよ。いよいよ日本も途上国並みになってきたな。いずれインフラ窃盗で停電するのが日常の社会になりそう。戦争にすらなってないのにインフラが攻撃受けててくさ。今は家庭で人工呼吸器をつけている人もいるのに、迷惑というレベルではなく、生死の問題。電気の被害は窃盗で済ましちゃいけない。電線の盗難は、人の命に関わる重大犯罪です。警察は迅速に犯人を逮捕し、厳罰に処してください。次はこちら。こんなの知識ないと危険なんじゃね。専門知識持っている人説流れてたね。犯罪が明らかに日本人がやるようなものじゃなくなってきている。これも普通に考えると、外国人の仕業である可能性が高いですね。絶対日本人じゃねえわ。不良外人放置してるから。これも法犯出たら田舎の電線やられ放題になるだろ。これもお寺だろ。これ病院や空港、自衛隊基地でやられたらダメだろ。テロだよ。ライフライン破壊はテロ。もはやテロですよ。次はこちら。最近話題の某国人が、日本は高級自転車がたくさん落ちてる、とか言ってた。日本って外人に甘すぎるから、外人にとっては窃盗天国らしいもんな。それを押しかけて根こそぎ盗んでいこうとするわ。いつもの岸田の宝ね。岸田の宝が暗躍中。日本破壊くまるメガネの置き土産。大失敗してる移民政策廃止したら警察の負担なくなるよ。もう切れてよいと思うよ。移民受け入れと言ってる企業の不買から始めよう。石破、大変だ。もっと移民を入れて経済を回さなければいけない。今こそ移民政策に断固反対の声を上げる時だと思います。最後はこちら。闇バイトが跋扈し、指導者は盗まれ、ついに電線まで。この国はどこまで凋落したら気が済むのか。順調に治安悪化してるやん。一度でも犯罪を犯したら即刻国外追放してほしい。企業の言いなりに外国人入れた結果が途上国のような治安への転落だよ。外国人技能実習生を日本に呼び寄せた経団連と自民党と公明党が損害賠償すべき。こんなことができる時点でどんな破壊工作も可能ってことだわな。平和ボケしてると近いうちに死者が出るぞ。移民が増えて治安が悪くなってお先も真っ暗です。経団連と日本政府はこの治安悪化に対しどう責任を取るつもりですか？結論。群馬県の養鶏場の銅線ケーブルが盗まれ、養鶏場が停電したことで空調設備が止まり、暑さのため多数の鶏が死に、メガソーラーの銅線ケーブルの盗難被害も後を絶たず、ついには千葉県の電柱から電線 1600メートルが盗まれるという、今までに聞いたことがない、信じられないような盗難被害が発生。しかも、被害総額は約400万円相当ですからね。もしかすると、今後電線の盗難が増加するのではないでしょうか。しかし、このインフラ窃盗は大問題ですよね。何せ、人工呼吸器をつけている人がいる家庭や病院などが電線の盗難で停電してしまった場合、人の命に関わってきますからね。外国人技能実習生を日本に呼び寄せた経団連と自民党と公明党は、この状況がどれだけまずいことなのか理解できていますか？即刻責任を取ってほしいくらいです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。